はいはい、どうもどうも、シャチクです。というわけで本日もポケモンをやっていきたいわけなんですけど、どうですか皆さん、ポケモンやっぱりやってますか？やっぱり今の時期はみんなポケモンやってるのかな。うん、例えば、まあ、スプラが出た時はもうみんなスプラやってたじゃん。で、今度はマリオメーカーが出たらもうみんなマリオメーカーやってて、で次はルイージマンション出たらもうなんかバカみたいにみんなルイージマンションやって、でポケモン出たらもうみんなポケモンやるみたいな。やっぱりね、新しいゲームが出たらやりたくなるよね。まあその気持ちはわかるわ。でまあ今回ね、ポケモンソードシールドがまあ新しく今月出たわけですけど、まあ出たのはいいんだけど、言っていいか、あまりにもバグが多すぎる。マジで話にならないぐらいバグ多いんだけど、どうなってんだろうね。まあなんか1つや2つとか3つとか、まあそういう優しいバグの数じゃないみたいですけどね。まあ小さいものも含めると、もう本当に4個5個6個いや6個いやもっとかまあ分かんないぐらいあるみたいなんだよね。うん、まあポケモン消えたりとか、まあデータが消えたり、まあデータ消えるだけならまだいいんだけど、まあスイッチ自体が、まあ、ぶっ潰れたりとかね。あとはまあ日付変更バグって言って、まあ無限で、まあ、ワットをゲットできて、でまあそれに伴うまあポイントっていうか、まあうん、なんて言ったらいいんだ、まあワットで手に入るアイテムとかを実質的に無限に手に入ることができると。まあ無限に手に入るってやばいよね、普通に考えて。無限に手に入るか、てか無限に手に入ったら入ったでさ、それはまあつまらないもんね。やっぱりその努力して手に入れるから面白いのであって、バグで手に入れてもね。うん、まあとりあえずその話はまた後でしたいんだけど、とりあえず今ホップを倒しました。まあ一応これラスボスみたいな位置づけなんかな。まあポケモンの金銀で言うと、まあレッド的な存在みたいな、まあ、そういう認識で大丈夫かこれ。そうなんだよ、そいつらがダイマックスをバーンってさ、我々そのことについては本当に後悔しております。ほんまかよ、ふざけんじゃねえよふざけた髪型をやめてからにしてくれ。まずは自分たちの保身のため罪のないポケモンを傷つけ多大な迷惑をおかけしました。絶対思ってねえだろう。しかし社畜様はそんな、なんだこれ、なんで読む、傲慢な我々を助けてくださった。ダイマックス級の器の大きさ、あなたこそ王にふさわしい。ほんまかいな。だから王様ザシアンとザマゼンタなんだってば。いえ、王を譲るなら社畜様以外ありえぬ。王を譲るってどういうこと、まあ、よくわかんねえけどさ、まあいいか。うん、見れば見るほどセレブティーな佇まい。社畜、変なのに懐かれちゃったな。いやマジで変なやつなんだけど、これ大丈夫。おっと、時間ですか。名残惜しいですが、我々はそろそろおいとましますよ。迷惑をかけた方々への謝罪ツアーが待っているのでね。どういうこと謝罪ツアーって。それではグッバイ。おい、勝手に行くんじゃねえぞ。ホップ。うん、なんだよ、兄貴。チャンピオン社畜とのポケモン勝負見てたぜ。本当に強くなったな。思わずリザードンを出して参加するところだった。それはやばい。お前それ乱入だからやめてくれ。ホップ、自分の住むべき道を見つけたんだな。兄貴として、いや、お前のライバルとして応援してるぜ。うん、うん。えらい、いい兄貴やん。めちゃくちゃカッコつけてんだけど。まあそのカッコつけはいらないね。へえ、あのダンデが褒めるなんて、ホップの語彙力足りてないけど。へへへ、うるさいな。さて、それじゃあ私たちも、おう、誰が先に森を出るか競争だぜ。さあ、またこうして新しい一日が始まると。まあ一日始まるのはいいけど、バグどうにかして、マジで。ただ、日付変更バグに関しては、ペナルティーがあるみたいなんだよね。まあそんな大したペナルティーじゃないみたいなんだけど、まあペナルティがあると、まあそういった話ですね。うん、まあ確か
ペナルティの内容としては、まあ、具体的にはいろいろあるんだけど、まあ、その中でも主なものとしては、まあ、くじが引けなくなったりとかするみたいですね。あとはなんかそのダイマックスの巣穴から出てくるポケモンが固定化されてしまうみたいな、なんかそういう話はちらっと聞いたけど、そこについてはまあ本当にペナルティかわからないんだけど、なんかそれはそれでおかしな話だね、うん、とりあえずシュートシティでバトルタワーやトーナメントが開けてる、了解。ということでバトルタワーに一回行きますか、うん、バトルタワー行こうぜ。確かねまだバトルタワー行ってないんだよね。まあまだ発売して間もないっていうのもあるけどまあこの動画が出る頃には結構経ってるかもしれないけどね。ああまあため撮りしてるからさ、この動画が果たして俺もいつ出るかわかんねえけど、まあとりあえずそういった方向でまずはやっていければいいなと思います。さあバトルタワーどこですか。バトルタワーが見つからない。どこだ、シュートシティの中だっけこれ。バトルタワー、あ、これか。なんかこれいけんの。ちょ、バトルタワー行こうぜ。あ、来た来た来た。来ましたね。これ、ジャッジ機能を解禁しないとダメだよね、まずは。で、ポケモン見て。うわー、ダメージ食らってる。クソゲーかよ。ちょ、回復しといてや。ちょ、回復したいんだけど、これ結構あるよね、距離。これ結構距離あるよな。ポケセンどこだ、ポケセン。うわ、めんどくせえな。ちょ、タウンマップで、ちょ、ポケセン行くか。ちょ、ポケモンセンターあるよね。ここ行こうぜ。さあ、飛んできました。で、ここ降りて、で、中入るじゃん。で、中入って、で、ポケモンを預けて、で、預けるのはいいけど、これで回復をして、でまあバトルタワーに向かうと。まあとりあえずバトルタワーに向かったらいいんじゃない。確かね4勝したらジャッジっていう機能が使えるはずなので、で特にね厳選しなくてもこの戦力でも4勝ぐらいであればいけるみたいだから、見てると。まあとりあえずねまずはバトルタワーに行きたいと思います。ちょっと厳しいかな。ちょ、バグがまだできる間に、ちょ、努力値振っとくのもいいけどね。まだ努力値振り切ってねえからな、めんどくさがって。そう、やり方知ってるけどめんどくさくてやってないみたいな。さあ、これでセーブして、で、どうするこれ。わしのバトルチームをレンタルしたいのか。レンタルってね、いらねえよ。なるほど、チャンピオンになったのかい。であれば、レベル100のポケモンですごい特訓ができるよ。そう、銀の王冠と金の王冠を使えばレベル100のポケモンであれば特訓をして個体値をね上げることができるんですよね。これねかなり使えますよね。本当、世界のトレーナーと戦うのに不安はつきものだろう。だからバトルタワーであらゆる戦い方を学んでおくのさ。なるほどね。ダンデさん、ローズタワーをバトルタワーに作り替え、さらにはオーナーになられたのよ。マジで？それはやべえ。チャンピオンをやめてもみんなを強くしたい情熱は本物憧れちゃう。どこにそんな金あったの？やっぱチャンピオンで金持ってんのかな？月給なんもなんだろう。ようこそバトルポイントショップや。お、ミント来たね。そう、今回ね、ミントを使うと、なんとなんと、性格の補正を変えることができるんですよね。だからまあ、性格は変わらないんだけど、性格の補正を変えることができるから、まあ、実質性格って合ってないようなもんなんだよね。特性カプセル、2種類の特性を持つポケモンに使うと今とは違う特性に変えられる。出た。そして銀の王冠来た。銀色の綺麗な王冠渡すと喜ぶ人もいる。出た。喜ぶ人っていうか、まあポケモンが喜ぶよね。いいね。とりあえず行くか。行きますか。行きますか。ようこそお越しくださいました。バトルタワー受付です。これこのまま行っちゃって大丈夫だよね。とりあえず次回ね挑戦してみましょうか。というわけでこの辺りで今日は終わりたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。